お母が帰ってこんと。いつからじゃ。男が出けて逃げたんじゃろうか。こんな娘を置いてそんなことできるもんか。波にさらわれたと違うか。なんだ、薬売りの斎藤さんでねえか。おがの顔も見たことありません。在所は景色の美しいところだと聞きましたが、海や波の音ばかす。はあ、見たことねえす。六つの時に斎藤と淀に連れられて、越後高田の里見の御所屋敷の弟子さんになったんだんす。